全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送後、タクト。どうも、鶴子光大です。あれどこ行ったん、はい、あれプーンは。プーンはもうやら、お前からプーンなくしたら何もないじゃん、おお。いやもう需要がないの。それをこれからやっぱ浸透させていくために俺はプーンはやってほしいな。じゃあ分かった、やるから笑って、オッケーオッケーオッケー、寄り添って、オッケーオッケー、分かりました。全国の皆さん、こんばんは。深夜の放送部がタックと、どうも鶴久光大でーす。さあというわけで、まあ、はい、殺す気かも。失礼いたしました。まあプーンは忘れないように次回からやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ本日なんですけども、まあ、ちょっと僕らあのいろんなものに挑戦していきましたよね。サザエさんのなんか次回予告だったりとか、今回僕が持ち込んだ企画でございます。まあ、僕ですね、昔ですね、ボートレースが好きでよく見に行ってたんですよ。あ、実際ね。実際見に行ってた。で、その中でもボートレースの醍醐味と言いますと、実況なんですよね。競馬もそうですけど、競輪もそうですけど、絶対実況っていう方がいるんですよ。見るだけじゃなくて、聞かせる楽しみ。そんな各地ボートレース場ありますけど、その中でも名実況者というか、実況の中でも有名な方っていうのがたくさんいる。そういらっしゃるんですよ。まあ名前一人もわからないですけど、わからんね。僕とかも最近とか全くテレビでも見てないし、携帯でも見てないですけど、今回はこちら二人でですね、ボートレースの実況にチャレンジしてみようと思います。よいしょ。無理や。いやいや、あの人たちも、まあ、ボートレースって、まあ、水上の格闘技って呼ばれるぐらい激しいスポーツなんですよ。何が起こるか全くわからない、うん、状況でも、うん、もうものすごい早口でまくしたてながら、うん、その様子を実況する。いや無理って、絶対無理。いや同じ人間やから。あ、その人たちと。じゃあ余裕やね、これ。行こう行こう行こう。なんで今回はですね、特に下準備一切なしで、はい、まあ、即興で練習していこうかなと。一人ずつやるやん。一人ずつやる。協力プレイはせんの。最後にやるか、じゃあ協力プレイは。でもこれで、ね、意外と化学反応起きるかもしれないな。あ、ほんとやね。まあ、僕って早口が得意じゃないですか。ラジオ系として、うん、もうここ数年やってますんで、はい、意外とそういうのには、まあ、自分で言うのもなんですけど、自信あるんですよ。まあ、たけてる部分でもある、ね。そう。しかもちっちゃい頃の成長期に僕、ボートレースしか見てこなかったんですよ。あと、ジョーの教室、これ2つしか見てこなかった。育ち悪いな。育ち悪いな。この2つだけだったんですよ。はい、ただちょっと事前なんですけど、あのボートレースファンの方もね、もしかしたら間違えてこの動画を押してしまった方いらっしゃると思うんですよ。まあ、一ね、やってみた系のチャレンジとして、ね、失礼ないようにはしますが、うん、もし失礼だった時は多めに見てください。出ちゃったらごめんなさい。お願いします。すみません。でもできるだけボートレースの良さを伝えておこう。そうやね。うん。いきます。さあ、進入体験は内側から1番、4番、3番、5番、6番、2番の順です。さあ、ダッシュは後ろ4声。さあ、スタート2秒前、1秒前、スタートしました。さあ、抜けていたのは1番と3番。さあ、少しへこんでいるのが4番か。さあ、第1ターンマークに入ります。さあ、3番が内側からストンと行くところ、6号艇が入ってくる。さあ、ここでちょっともたれつくか。突破争いは1番と6番と内側から2番。さあ、どうだ、なんだこれは、降り注ぐようなグレーのような試合だ。さあ、まず水上の格闘技。さあ、1号艇が2停止離れているところを外側から6号艇が、さあ、進入入る第2ターンマーク。さあ、6号艇が差しに入るところ、2号艇が内側から。さあ、どうは1号艇、さあイニング成功となるか。今は1番6番と3着争いが 4番と2番のなんかすごい。小島後半ボロ出とんだ。小島、あらこれ、あらこれ小島のとこ、ね、小島が小島なの。1号艇が小島って、ね、あ、なんか小島ってボートに書いてあるのね。見たらわかるやろ。さあ小島の小畑、さあそこでこう、さあもうこれ決まってますね、これ。さあ3着争い、3着争いが4番と2番。さあ3着争いに入ります。さあ1着1番、2着が3番、違う、それ見て確認して自分で。さあ、こだ、あーっと、悪い。あんまり良くないんじゃない、危ない。さあ、またここで分からなくなった。2着からそれが4番、6番、2番。さあ、ここで3周目、これ聞くな、聞くな。さあ、レースは、レースは最終だと思います。みんな最終だと思います。4番がまず第3弾入っていったところ、内側から6番が見事な差しを決めていく。いやいや、素晴らしい、差し込んでいった。素晴らしい。さあ4番があの水の上で走ってるからちょっとギリスーツになってる。さあ1番がちょっとこれ離れすぎじゃないですか。もうちょっと手を抜いてもいいところ。さあそこ最終マークを4番が先に回っていくところ、また内側から6番が入ってくる。さあ分からない点が出てきた。さあ4番と6番は、さあ自転車走1番ゴーリキモなんかゴリゴリキモゴリキモキモ、最後で3番ゴリゴールいたのか、5番ゴリあキモキモ。マジで叩かれるぞ、はい、お前そんなことしとったら。いやガチ勢に、いやちょっと、いややってみたんですけど、うん、バカむずいわ。いやいやいや、最初こそはまだ頭回ったけど、第一ターンマーク回ってから何も言うこと思いつかん。それはあなたのもう引き出しの少なさですよ。じゃあいいですか、もう。いやもういつでもいいですよ。つか、そういえばさ、うん、今気づいたけどさ、うんうん、あの、はい、見えてます、わからんよ色。なんか数字のとこにさ色あるんやけどさ
全くわからんのよ。これ盲点やったわ。盲点やね。あ、色わからない方でしたね。色わからない方ですね、やめた。早速なんですけど、僕の相方のまあ動画概要欄貼っておきますけど、ね、うん、はい、色盲なんですよ。色盲ですね。レベルどれぐらいでしたっけ。レベル5中レベル4。もうレベル5がもう白黒。レベル5白黒で、その手前がレベル4で、今その手前で実況しようとしてる。もう向いてないやん。色一応だけ言っておきますよ、うん、上から白。あ、ごめんなさい、もうピンクですね、それ。なんでな、なんで色を足されるの。ピンクです。足されることはないやろ、それピンクで。下は、下赤ない。いや、下黒は。ごめん、一番上のやつな、これ。うんこ、これうんこあんの。端幕、もううんこの色やから、俺からしたら。あ、茶色に見える。茶色に見えとるのよ。あ、だけうんこずっと言ってる。そう、ずっとうんこ。いや、これ赤なのよ。赤いうんこはこの世にあるかって。いや、っていう気持ちなのよ、こっち側ずっと。いますよ、よーい、スタート。始まりました、始まりました。おっと、後ろから、後ろから追い上げてる、後ろから追い上げてる。今ここでギリギリのところで、ギリギリのゴール。違います、ゴール。ボケないでください。さあ、始まった、始まった。ここからが始まりだ。ゴールしてからが人生の始まり。ゴールしてからが人生の始まりだってことをお父さんに習った。それが小学校5年生の時に。その後に俺のお母さんとお父さんが離婚した。離婚してからスタート正常。離婚してからがスタート正常だ。その時の離婚した理由が、夢タウンというマートができて、そこにお父さんが行った時にお母さんが布団を干し忘れ、その布団を干した後に全て雨が降ってきた。その雨が降ってきた後に布団が全部濡れた。そしてからお父さんがブチギレだ。そしてお父さんがブチギレた後に、そこで決まったんだ。そこでお母さんが、全てが決まった。そこでお母さんはこのお父さんについていけないと、お父さんについていけないと決まったんだ。そこでお母さんが、そこでお母さんが鹿児島に行くと決めた。そして俺を置いていくのかと思ったら、お母さんは俺を連れていくと決めた。俺を連れていくと決めたんだ。そして俺は鹿児島までついてった。そして鶴子はお母さんと二人で鹿児島までついてったんだ。お父さんを置いて連れてってたつなんだ。そこなんだ。そしてお父さんがある日電話してきた。俺と、そしてガラケーを買ってあげるから車までおいでと。そして俺は決めたんだ。俺はガラケーを買うと決めた。そしてお母さんを捨てて鹿児島から福岡へ戻ってきた。お父さんのところにガラケーのために戻ってきた。ガラケーのためにと。そして3時間の時間をかけて福岡まで戻ってきた時に、俺はガラケーを買ったんだ。そこでいろんな女と初めてメールができた。ゴールあ、そうそう、まだです。あ、まだだ。そこで人生はゴールじゃない。ゴールじゃない。はい、ゴール。ゴールって言っていかないと。はい、ゴール。誰もいませんもう。いや、最悪よ。もう。ああ、もう逃げたやん。何が？こっちが何が、なんかお父さんとお母さんが離婚したみたいな、離婚した理由はとか言ってたけど、いや、なんか実況しなさいよ、あなた無理っつっとるやろ。どっち、逆切れ。こんなふざけることじゃないって。まあこの子にあの親ありみたいな感じですね、確かに。さっきの話聞くとすぐ切れる親父。離婚にまで発展する小さい喧嘩。全くダメだわ。でも俺思ったの、ちょっと一回ガチで2人で実況しよう。スタート終わってから第1ターンマークごとに実況してこう。回ったら交代。オッケー、これでいこう。これを見て今後ボートレース界が変わるかもしれない。変わるかもしれない。じゃあ行きましょう。じゃあ僕からいきます、うん、さあスタートです。スタート手順は1番4番3番5番6番2番です。さあスタート、後ろからダッシュ。いや、2のこと2番言うねん。さあスタート、2秒前、1秒前、今スタートしました。さあ抜けていたのはインコースから1番ちょっとへこんでいるか、4番さあ3番が外側から攻めてくるところ、5番がぐーっと回ってきたところ、内側から6番が見事な差しで入る。差しで入った、差しで入ったぜ。こっから誰が差しで入るんだい、差しで入るんだい。おっと、ここで1番が差しで入るんだい。入ったと思いきや、ここで差した入るんだい。さあ回っていた。さあ第2周回は1番6番の順、1番6番3着からそれに4着じゃない、4番2番だ。さあ1番の今村がさあ飛び出してきたところ、さあ3着から争いは今だ熱烈に激しい。さあ4番がまず最初にターンして入るところ、内側から入ってきたのが3番。
さあ2番がまた内側から刺してくるところ刺してくるところさあ刺すんだい刺すんだい誰が刺すんだいここから決めてくれお前が決めるんだお前が決めるって思ったら誰が刺すんだいおっとここで後ろから刺すんだい刺した刺したおぶつかった危ない危ない危ない刺すんだい刺すんだいって気持ちで刺すんだいさあぶつかって無理やり入ってきたところを4番さあ3着争いは6番と2番ですまだ2着争いさあ外側から6番内側からは4番そして2着に2号艇に挟まれた4番がさあ周回体制に入るさあここで6番が外側から回ってくるところを内からまくり出し見事に決まるゴールですよさあすんないさあすんないあもったでしょうん、こんなあの熱き戦いに、刺すんだい刺すんだい、連発してしまい誠に申し訳ございませんでしたまた時間経ってこのみんなのフラストレーションが消えたぐらいにまたやりますねまた忘れた頃に刺すんだいおじさんがやってくるからねやつはやってくるよまたやりましょうか、うん、はい、じゃあ今日は以上ですなんかもう疲れたんで君今日ラップいいや聞くのもしんどいわありがとうございます